210系電車は、かつて、京阪新急高電鉄阪急電鉄に在籍した、通勤系電車である。阪急全線での貨物輸送が1954年2月1日付で、廃止となり、京都線で余剰となった新京阪鉄道継承車で、ある10トン積み有害電動貨車3000系3001.3002の電気機器、台車を流用して、小型車3両を新造することとなった。 1956年6月に、電動車である2 1 0系2 1 1 2 1 2と、付随車である2 6 0系2 6 1の3両が、何わ後期で製造され、MCT-MC の3両固定編成1本を、蘇生した。車体デザインは、新方専用の6 1 0系と、ほぼ同型だが、アンチクライマーがなく、前面窓止めには、H ゴムが使用され、 側面窓枠はマルーンに塗装されるなど、やや印象をことにした。窓配置は210型が D1D6D2、260型が 2D6D2 で、全面は3枚窓構成の非貫通式であった。極力死者の機器が再利用されている。主電動機は、端子電圧750ボルト時定格出力56キロワットの吊りかけ、式電動機である。 d d k 5 3 1 b 台車も、汽車製造会社製 M-12 コライザー台車である。付随車の台車は予備品を使用した。制御機は、種車から流用した ES-530 電動カム軸式、自動加速制御機、ブレーキは、A 動作弁による AMAATA 自動空気ブレーキである。パンタグラフは211と212に設置されたが、 212では後に撤去され、261に直流千5 0 0ボルトの母線引き同士が実施されて211から給電されるように改められた。当初は千里山線で使用されたが、1963年頃に嵐山線に移った。1976年6月に廃車となり、261は解体211.21 21には、 広島電鉄に譲渡された。広電線8 1となった、元212,977.12、26荒種社庫にて211.212は、広島電鉄に譲渡され、1080系1081.1082となり、宮島線で1989年まで運用された。なお、両車間における類似した譲渡としては、同形式以前に、 阪急500系広電デン7 0型が存在している。ありがとうございます。